お墓の近くのアパートに住んでいます。やっておくといいことありますか？やっておくといいこと、本人の霊的免疫を上げること。気持ちを強く持つこととか、もう関わらないっていう気持ちを持たんとダメだよね。だってもう引っ越しもできないだろうし、家をなんていうの、払っ、お払いっていうかさ、浄化して結界かけてもキリがないと。で、結界をがっつりかけたとしても、結界にガン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 当たって、いずれ弱くなる。かえって強い結界かけたら、みんなが群がってくる。なんだこれみたいに。だから、知らんふり。で、本人は、まあ、その、心を強く持って、霊的免疫を上げる。気にするほど近寄ってくる。そう、気にするほど寄ってくる。だから、チラッと見て、なんだあれ、幽霊ってやると寄ってくる。ああ。ちょっと、なんでもないやん。全然やらないと良くない。